はい、皆さんこんにちは。今日は新大阪駅に来ています。本日は2024年3月23日です。先週ダイヤ改正が行われて JR で様々な変化がありましたが、本日ここ3月23日は JR ではなく地下鉄で大きな変化があります。関西に走っている、ほぼ地下鉄と言っていいと思いますが、北大阪急行と呼ばれる日本一安い地下鉄、私鉄があるんですが、この列車これまでは途中の江坂から千里中央まで走っていたんですが、今回この3月23日に江坂から箕面茅野というところ、失礼しました、千里中央から箕面茅野間が開業することになりました。以前皆さんには開業前の様子を歩きながらご紹介させていただいたので、その動画と比べてみていただけると大変分かりよいかと思うんですが、今回はそんな新しくなった日本一新しい地下鉄、千里中央から箕面茅野間を皆さんにご紹介させていただきたいと思います。では改めまして、今回もよろしくお願いいたします。では早速御堂筋線の新大阪駅にやってきました。今回ご紹介する北大阪急行は大阪メトロ御堂筋線と非常に仲が良く、ほぼ直通運転を行っています。このように江坂から先料金がついていると思いますが、一番左側の千里中央箕面船場阪大前箕面茅野間、特に左側2つっていうのが今回登場する新しい駅になっています。少々値段が上がっていると思います。今回のダイヤ改正で日本一安いっていうのはちょっとね、返上することになるわけなんですが、結構こんな感じで新しくなりましたよね。で、左側の下側、江坂箕面茅野方面に変わっております。箕面茅野という方で箕面を結構ね、前面に押し出しているのがポイントになっております。昨日までは千里中央だったんですが、なんとこの開業で千里中央行きっていうのはゼロに変わりました。なので、千里中央のラストランとか乗れた方はね、ぜひね、ちょっとね、よかったねって感じになると思います。もう二度と見ることはできないものになっております。じゃあ早速ホームの方に行ってみましょう。というわけで早速ホームの方に来てみると、時刻表も江坂箕面茅野間書いてあって、江坂までが5分で、そこからね、箕面茅野までっていうのが19分になっていて、箕面茅野と江坂の間は14分ですから、だいたいね、そんなに長くはないけどっていうのがわかると思います。で、メトロ、大阪メトロっていうのは11番から表示をしているんですが、下がる形で箕面茅野で6番までのマークがついております。上の表記も千里中央になっていましたが、もう千里中央行きはないので、全部箕面茅野方面に変わっているのがポイントです。では最初に大阪メトロ型の放送を聞いていただきたいと思います。2番線に箕面茅野行きが到着します。危険ですので、ホーム柵から身を乗り出したり物を運びたりしないでください。はい、というわけで箕面茅野行きっていう風に新しい放送が流れましたね。上側のところも先発箕面茅野って書いてあります。大阪メトロはね、以前3色 LED だった感じがするんですが、フルカラー式に最近変わっていて、この新大阪では箕面茅野っていうのがフルカラーになっております。では早速ここからですね、箕面茅野の方に移動をしていきたいと思います。新しい移動放送であったり景色であったり、どんな感じかなっていうのを楽しんでいただければと思います。入ってきた車両はこちら、北大阪急行の車両ですね。音がなんとも東京メトロ銀座線と同じような音をしているんですが、方向幕も千里中央ではなく箕面茅野という風に書かれているのが特徴です。開業っていうね、ヘッドマークしてるのも大きいですよね。ついに開業したんだっていうのがこれでわかると思います。ある意味ちょっとね、運が良かったのかもしれません。はい、ではね、早速車内の方にやってくると、こんな感じで箕面茅野駅ってことで車内の LCD が対応をしております。新大阪では箕面茅野駅っていう放送は流れませんでした。ちなみに今回のテーマではないんですが、今ね、放送じゃないですね、列車の音聞こえてると思うんですが、いかにも銀座線みたいな音がして、なんか東京かって錯覚しちゃいますよね。さらにこんな感じで終点箕面茅野までの時間なんていうのも出るのがちょっと面白いポイントになっていて、約19分だよっていう風に書いてありました。これは大阪メトロの車両だとあんまり見たことがないので、北大阪急行の車両専用なのかなっていう感じがします。そして大きめディスプレイも用意されていて、箕面茅野駅っていう風に書かれていて、全部の駅がしっかりと書かれております。大阪モノレールと千里中央で乗り換えができるので、そんな大阪モノレールっていうのもこちらには書かれていて、さらにその先の箕面船場阪大前と箕面茅野っていうのもすでに対応しているのがこれでわかると思います。
はい、というわけで列車は間もなく江坂に到着。放送でもしっかりと出ていましたが、江坂から先箕面茅野駅ですっていう、そんな放送が流れておりました。この先いよいよ北大阪急行に入っていきますので、まあ、新しい区間を中心にまずは箕面茅野まで行ってみたいと思います。列車は北大阪急行で高田通信箕面茅野までお越しください。本日も大阪メトロ Q-6指定をご利用いただきありがとうございました。ではいよいよ乗務員さんの交代が入りまして、北大阪急行区間へと入ってまいります。まあ、自動放送どうなってるのかなとか、そんなところも含めてね、皆さんには聞いていただけたらと思います。というわけでこんな感じで箕面茅野駅っていう放送がしっかりと流れてまいりました。いやこんな感じで流すんですね。いきなり次の駅を流すんじゃなくて、次はねこの列車が箕面茅野駅ですとだけ流したのが特徴となっていました。とまあこんな感じで次千里中央なんですが、千里中央が終点っていうこれまでだったらアナウンスになっていましたが、現在はこちらは千里中央は終着駅ではなく、あくまで途中駅となっていますので、途中駅としてのアナウンスが流れてきたよっていうのが今回の列車の特徴となっていました。今すれ違ったのも御堂筋線の車両というわけで、いかにこの北大阪急行が御堂筋線と仲いい路線なのかっていうのがよくわかると思います。このように横側のディスプレイっていうのも、千里中央はもう終点ではありませんので途中駅だよみたいな、そんな表記がされていて、終点なんていう文字は全く出ていないのがわかりますね。急に途中駅になって、そして途中駅せめてね1本とか、今でも例えば江坂行きとか本数少ないながらもあるんですが、この千里中央は完全に全くないので、それがちょっとやっぱりすごい感じはしますよね。はい、では早速行きましょうか。千里中央から先、線路もいきなり綺麗になっているのがわかると思いますが、箕面茅野方面へと新しい旅のスタートとなります。いやーここまでね、今前はね見えていたんですけど、いやついに走るかという号で、いや全面展望で楽しんでいきます。まあ、あの古区間の全面展望ももちろん撮ってはあるんですが、さすがにねそれやると結構長くなっちゃうので、いい感じに抜粋しながら行きたいと思います。さあ千里中央出ると次は箕面船場阪大前となりますので、アナウンスの方を聞いていただきたいと思います。シールドトンネルになっていて非常に新しいなっていうのが改めて分かるのではないでしょうか。はい、というわけで新しい船場阪大前のを聞いていただいたんですが、いやすごいですね、しっかりと放送入っていまして、で到着するのがこれが新しい駅一つ目です。はい、というわけで10両編成ですから非常に長いホームであることがよくわかると思いますが、これで最初の駅箕面船場阪大前です。もちろんね、あの駅の周りとかもちろんご紹介させていただきたいわけなんですが、まずはねとにかく箕面茅野まで行っちゃいたいと思いますので、ここはそのままスルーさせていただきたいと思います。ではね続いて箕面茅野に向けてまた全面展望を少し抜粋しながら移動をさせていただきたいと思います。はい、というわけで箕面船場阪大前を出ると前側白くなっているのが分かりますか。そう、ここから先は地上区間へと上がってまいります。はい、北大阪急行初めての地上区間ではないかですが、最後の箕面茅野は地上になってます。ちょうど今走ってる部分の後ろ側に絶妙にお立ち台みたいなところがあって、このね地下鉄は北大阪急行をよく見える部分があるんですが、ついにそこに線路も入ってしっかりと列車が走るようになったっていうのがここのポイントになっています。奥の方を見ていただくと山が見えていて、もうねこの先は電車とかで、ね、なかなか行きにくいよっていうのがわかると思います。まあ、そんなね際の際まで電車で来ることができるようになったっていうのが一つポイントなんですが、
はい、というわけで最後の最後ホームに入って本当に止まる際でね、最後の放送が流れてきましたが、正面に車止めがあり、もうね走ることはないわけで、あとはね手前側にクロスのポイントのみがついているという非常にシンプルな駅ではあったんですが、終点の箕面茅野に到着をいたしました。でまあここで列車の方は当然降りていきたいわけなんですが、まあ、最後のね箕面茅野駅のディスプレイだけちょっと表示が用意させていただきましたのでご覧ください。こんな感じです。次は終点の箕面茅野っていう風に書いてあって、残り2分だよっていう表記になっていました。千里中央が終点ではあったんですが、このように箕面茅野に変わっているよっていうのも皆さんにご紹介できました。 M06 です。まあ今後ね延伸の予定はないにせよ、しかし654321になったらどうするんだみたいな、ちょっとしたねそんな決め方が面白くもなりますね。出口も2つ用意されていて、15車とかっていうのはしっかりとねこのようにディスプレイで表記されているのがわかると思います。では早速箕面茅野駅に到着をしましたので、ここでね箕面茅野駅を簡単にまた見ていきたいと思います。まずはこの駅は一面尾線になっていて、でこの列車はそのまま中本行きとして折り返しをします。御堂筋線と仲良しっていうのがよくわかりますよね。さっき見えていたこのヘッドマークっていうのも北大阪急行延伸開業っていう風に書かれてます。駅のホームのところも北急と書いてあって、箕面茅野の箕面線場半台前っていう風にしっかりと記載をされています。北改札口と南改札口になっていて、北改札口がメインになっているのがわかると思います。であとはそうですね、まもなく1番線に中本行きが到着します。危険ですから、ホーム柵から身を乗り出したり、とまあこんな感じで大阪メトロとはまた違った放送を流れるよっていうのと、列車が入ってくるよっていうスタイルになっておりました。入ってきた列車っていうのは御堂筋線の列車ですね。これは古めの車両になるんですが、この列車もしっかりと箕面茅野までやってくるようになっています。なおもう到着した段階では箕面茅野じゃなくて中本に方向幕が変わっていたので、箕面茅野で箕面茅野の方向幕を見るっていうのは少し難しいかもしれません。こんな感じで正面でね今駅の方を見ていますが、上がなんか木みたいになってるのがちょっとすごいですよね。で列車が閉まってホームドアが閉まるようなタイプで、この駅もしっかりとホームドアが用意をされています。やっぱ結構ね広いなっていうのがいいんですが、ちょうど左側が北大阪急行の車両、右側が御堂筋線の車両が入ってるっていうのと、あとはねなんとなくこう音楽みたいなのが流れてるっていうのが結構ね北大阪急行らしいなってことで、御堂筋線のほんとね延長部分みたいな風に思われがちかもしれませんが、実にねちゃんとね他のところとは違うよっていうのも一応ね表示してるというか、駅というかね視覚的に分かるよっていうのがこの大きなポイントになっております。で横にあるこのキューズモール、本当にね今回の延伸っていうのはキューズモールのためかって思われるぐらいの延伸になっているんですが、横側見ていただくとこのキューズモールのところに大きなねアドバルーンみたいな、ちょっとね天気が悪かったんであれなんですが、ものっていうのが用意されているっていうのも特徴になっていました。いや本当にねこれができるのは大きいですよ。これまではバスでしか来ることができなかったんですが、今後はね電車で行けるよっていうのが非常に大きいと思います。箕面茅野 M06 っていう風に書いてあります。では列車が出発するときもまた音楽が流れるので、それを見ていただきたいと思います。右上もこれ表示が違う先発中本時間付きのものがここには用意をされています。お待たせいたしました。1番線から新大阪、上田、ジャンバ、天王寺方面中本行きが発車いたします。
とまあこんな感じでですね、ドアが閉まって列車が出発していくよっていう感じで、やっぱり音楽が流れてるのがなかなかいい感じにしますよね。はい、結構ね綺麗な感じで流れるよっていうのを皆さんに聞いていただきました。やっぱこれがね北大阪急行なんですよね。じゃあね、まあ駅の方とかも音楽とかも含めて皆さんに聞いていただいたところですので、まあ、周りも含めて箕面茅野っていうのを見ていきましょう。この下側の部分何ができるのかなって思っていたんですが、大きなバスターミナルが出来上がっていました。以前皆さんにご紹介した時は本当アスファルトの空間で何ができるのかなって感じだったんですが、バスターミナルでしたね。でアドバルーン元気にこれね出ていたんですが、祝箕面茅野駅開業だよっていう風に2つのねものが上がっていて、片方は北大阪急行のマークで、片方は何かな、箕面のゆるキャラかなみたいな感じになっていました。でこれ駅が先端ですから、先端の方に行ってそのまま改札口を出るよみたいな、宇都宮のライトラインみたいな、そんな雰囲気になっているのがここの特徴となっておりました。でここ出てくると奥の方に電車が止まっているのがよくわかると思います。でも終端になっていますから、いきなりですね、あの出口というか、出口ですね、あの乗務員室ですね、駅の方がいらっしゃるような詰め所っていうのが用意をされています。でこっちが運賃ですね。非常に皆さん切符買いたいということで並ばれていたんですが、運賃の方はこんな感じになっていて、160円、190円、200円、220円となっていて、以前100円とか110円とか90円の時代もあったのかな、その頃とはちょっと料金が変わっているっていうのがこちらのポイントになっています。出てくると箕面茅野駅祝延伸開業っていう風に書かれていて、いやーね本当にねデビュー当日っていうそんな雰囲気をね結構出していますよね。いや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 、で反対側見るともういきなりこれねキューズモールに入ることができるよって感じになっていて、まあ、以前は本当ここの入り口まで皆さんにご紹介したって感じになっていましたね。まあ、上新とかイオンとかいろいろ書いてあって、まあ、結構ね繁華街というかねなっていて、まあ、これまでね本当バスでしか来ることができない、結構ここもね、まあ、随分前にできていていろんな方が来るよっていう場所になっていたんですが、そこがやっぱり地下鉄ができたことでっていうわけで、めちゃくちゃねクオリティが上がったよっていうのはこのね箕面のポイントになっております。そしてこんな感じで左側のところには箕面新駅開業の祭典ってことで、やっぱりね福井とかでも開業の時いろいろ駿河か祭典してましたけど、こちらでも23、24は開業祭典やるよみたいな風に書かれておりました。非常に多くの方がね今日はいらっしゃっていて、でまあ、こっちの左側の奥とかっていうのも建物がこれできてますね。以前ねこのベンチみたいなところから駅の方をね見たりとか、結構遠く見晴らしが良かったんですが、こういうのができたかというわけで、まあ、なんかキューズモール別館みたいなのができてるんで、今はこの右側のベンチの方から北大阪急行の車両っていうのをちょっと見ることはできませんね。はい、まあ、ここが一つ大きく変わったポイント、キューズモールとしての大きく変わったポイントなのかもしれません。はい、というわけで、まあ、その答え合わせじゃないですが、ステーション等オープンっていう風に書いてあって、で前来た時はなんかそんな風になってなかったような気がしたんですが、すごいですね、箕面新駅開業の祭典0日って書いてあって、新しくねできたということで、まあお客さんも増えるよっていうのと、場所もあったよっていうのが理由だとは思うんですが、いろいろね変えたよっていうのがここのポイントになっていました。なので右側が新しいステーション等で、その奥側なんで少しね離れないと箕面茅野駅の方を見ることはできなくなっています。まあ、でもね上側に出ているよってことで、非常にねあのオープンな感じがしているのがなかなかいいポイントなのかもしれません。そしてこちら側がバスターミナルになっています。様々なバスがここから出ていくよってことで、これまではね道路上からバスに乗るっていうのが一般的ではあったんですが、箕面茅野駅はステーション等並びにこのバスターミナルを用意しましたから、若干ね乗りやすいのかなっていうのがわかると思います。箕面茅野駅前交通広場案内図って書かれていて、様々な方角に行きますが、メインはあでも千里中央行きのバスもまだ残ったんですね。あとはね阪急の箕面の駅まで行くよっていうのもあったりとかって感じと、あとは山側の方に行くよなんていうバスもいろいろあります。結構ね分かりやすいねっていうのがこちらのポイントになっていて、まあ、当然地下鉄はできたわけなんですが、まだまだねバスっていうのも主役となっていて、まあ、これで思ってですね上側に上がっていく箕面に行くのがこれまで阪急しかなかったんですけど、あの今回ね加わったってことで、阪急の箕面線とあとは宝塚線だけだったんですが、その間にね今回この北大阪急行がはまるって感じになったわけです。あとはこの箕面茅野駅の改札口のところの左側の部分に東急リバブルとバーガーキングが入っていました。いやモスとかねマックならわかるんですが、いや大阪だったらマクドと言わなきゃいけないかな、わかるんですが、まさかのバーガーキングが新店舗として入るっていうのは正直ちょっと意外でしたね。バーガーキングかって感じでした。そしてこれ新しいこれ切符になります。ちょっとね画像の方がですねちょっと切れちゃってるというか、時々ねあの受け渡しの時になぜか切れちゃうんですが、北大阪急行で箕面茅野だよっていう風になっていて、すいません、その右側があのモザイクとかしてるわけじゃなくて、単純にねあの画像の乱れでございまして、とはいえあの新しい切符も買うことができました。
で、こんな感じ、箕面茅野駅で工事中のエリアがまだあるのと、交通広場とキューズモール、ステーション等と広場があるよっていう感じで、いろいろ変わってますね。で、バス停がだから、ね、大通りに面したところはあんまりないのかな、はい、って感じになっているのがわかると思います。ここが工事中エリアですね、箕面茅野駅なので、ここにまた新しいのができるとちょっとね、また見にくくなるのかな、はい、駅っていうのが完全に建物に囲まれるようなスタイルになるのかなっていうのがこちらで予想されます。あとはこんな感じで串カツ田中とかも入ってますね。いや正直ね、まあ、駅というかキューズモールすぐそばなんで、あ、一風堂もあってミョンドン食堂とかもあって、まあ、駅ねそばですから、まあね、キューズモールで食べればいいんじゃないかなって気がするんですが、しかしこんな感じでテナントファミマも入ってますが、ね、いろいろと準備したというか便利にしてるのがわかると思います。なおこれがキューズモールのステーション等ってやつになっていて、まあ、3階建てかなってなってるんですが、レストランとかフードとか、まあ、食べる系なのかな、はい、いろんなものがねここに入ってるよっていうのが分かります。まあ、大阪名物だけじゃなくて、まあ、普通にあのいろんなねご飯系っていうのが食べれるよっていうのがこちらのポイントになっておりました。ちなみにあれですね、前皆さんにご紹介した道路から上がってこれるこの通路なんですが、茅野中央っていう一応バス停もまだ残ってるみたいで、道路に面するところ、前ね僕来た時は帰りはこっからバスに乗ったんですが、ここが茅野中央です。箕面茅野駅前っていうターミナルと茅野中央を、まあ、両方使っていくっていうような、そんなスタイルになってるらしくって、一応ねまだ残ってはいるかなって感じです。でこれがもう一つの改札口、南改札口になっていて、結構こっちはキューズモールと反対なんで閑散としていました。まあ延伸開業っていう風に書いてあるのと、両方とも中本方面ですから12と書いてあって、まあエスカレーターとかでもね行けるよっていうのと、こっちはね下側になっているので、下からこう上がっていくスタイルで駅に向かっていくよっていうのがこのポイントになっています。全体的にこうレンガ作りになっていて、これね昨日僕あの桜並木って駅に見に行ったんですが、そちらと比べると結構がっつりあの簡易的っていうわけじゃなくって、予算を使ってるのかなっていうのがなんとなく分かるような構造となっておりました。じゃあね、ここから次は新しくできた駅ってことで、次は箕面船場反対前の方に行ってみたいと思います。じゃあね、まずはこちらの箕面茅野を出発スタートの自動放送の方から聞いていただこうと思います。ちょうどなんかね、反対側が降るタイミングでこっちが出発みたいな、そんなダイヤが今組まれているみたいですね。はい、というわけで肉声放送と自動放送の合わせ技みたいな感じになっていました。でこれ箕面水線の少し古い車両だったんですが、そこにもしっかりと箕面茅野を含めて新しい駅が含まれておりました。反対側は LCD になっていますが、こんな感じで大阪メトロ仕様の、LCD のところも箕面船場反対前という風にしっかりと書かれております。出口等々もしっかりとこちらには表示をされていて、乗り換えはないんですよね。まあ、次はあの反対の箕面キャンパスってやつに近い場所になっているわけなんですが、まあ、特にここではねそれといったものっていうのは書いてはないんですが、しっかりと表記されているのがわかると思います。はい、ではね早速箕面船場反対前駅にやってきました。さっきの箕面茅野は地上でしたが、こっちはね地上じゃなくて地下駅になっていますから、もっとなんかより地下鉄感が出るかなっていう感じですが、じゃあねここの方を皆さんと一緒にこう見ていこうかなと思います。結構ね駅名が長くて日本一長い地下鉄の駅名ではないのかな、でもなんかそれレベルで結構長い感じがしますよね。身の方は絶対つけたいと、で船場が地名と、さらには反対の近くなんで反対もつけようという、本当にねあの欲張りセットみたいな駅名になっているというわけです。でこのように駅名表も箕面船場反対前 M07 と M06 っていう風になっておりまして、であとは下側のところにも千里中央方面等々が書いてあるんですが、真ん中のところですねしっかりと停車駅じゃないですね書いてあって、で出口の方も書いてあって、周りに何があるかっていうのもしっかりと記載をされております。でこんな感じかな、まあ、とにかくね駅名西中島南方とこっちはどっちが長いのかな、漢字だったらこっちの勝ちではあるんですが、はい、で下側見るとホームと、あとは大阪大学と、あとは
図書館とかって書いてあるのかな、まあ、箕面市で結構ね重要な場所だよっていうのがこれで分かると思います。まあ、大阪市じゃないんで大阪メトロじゃないのかなっていうのが改めて分かるようなものにはなっていると思うんですが、駅の案内としてはこのようになっていて、出口は2つあるみたいです。で今ねこんな感じで箕面茅野駅の方が出発をしていったわけですね。まあ、全部の列車しっかりと方向幕は箕面茅野というのがあらかじめ入っております。まあ、ほんとね一面二線なんで非常にシンプルで、こっちはでもなんかえんじ色っぽいもの、えんじ色を基調としてるのかなっていう雰囲気が分かればいいかなという感じです。あとはそうですね、箕面茅野駅のアナウンスは皆さんにはご紹介させていただきたいんですが、あと下のところに箕面茅野駅って書いてあるのと、時間とかはね下側のところには特についてないよっていうのが分かると思うんですが、同じく箕面茅野と箕面千波反対前っていう風に書かれてるのを見ることができます。あとはまあ場所がちっちゃいからかは分かりませんが、この支柱を使って箕面茅野とか、あとは天王寺とか難波の方面みたいな風に書かれてるのがこのポイントになっていました。なんとなくねやっぱ場所とか狭さとか後から作ったっていうのもあるので、そういうところが影響してるのかなとは思うんですが、一応ねこんな感じでいろんなところ用意されてるんですが、場所をうまく効率的に使ったかなっていうのがここのポイントです。でまあここら辺はねトンネルになっていますので、シールドトンネルになってるよっていうのがこれでわかると思います。まあ、非常に綺麗ですよね。非常に綺麗なトンネルで、さらになんかすごい作った感があるっていうのがわかると思います。じゃあ次は放送かな、箕面茅野の放送等々を聞いていただきましょう。ここも北大阪空港ですから、こんな感じで、フルカラー式になっていて、箕面茅野っていう風に書かれているのが分かりました。というわけでまた音楽が流れましたね。綺麗な音楽が流れてきまして、再び箕面茅野駅、今度もまた北大阪急行の車両ですね。これ面白いのが頭とお尻だけラッピングされているというですね、なかなか節約ラッピングなんですが、改めて箕面茅野駅の方がやってきましたので、ここでね方向幕なんていうのも皆さんにはご紹介をさせていただこうかなと思います。箕面茅野駅横側で見ることができるのも、これ今回初めてかな。すごいですよね、本当後ろ、あ、これ箕面市なんですね。箕面市のラッピングなのかなになっていて、さっきなんかアドバルーンで上がっていたのと同じようなマークがついていましたが、この列車が箕面茅野駅です。はい、こんな感じですね。箕面茅野っていう風にシンプルに書いてあって、英語と入れ替えみたいな感じになっています。箕面茅野の下に出すんじゃなくって交互に表示をするよっていうのがこの北大阪急行となっているみたいです。いやなんかね慣れないですね、なんかね漢字4文字っていうのが、あ、まあ、地下鉄の駅でも、まあ、神尾台とかあるか、でもなんかあんま慣れないなっていう感じではあるんですが、この列車が箕面茅野駅ということで、箕面茅野方面の北大阪急行バージョンの放送なんていうのも皆さんにお届けをさせていただくことができました。ではね駅をもろもろと見ていきましょう。まあ、ホームは本当シンプルでこんな感じになっていますので、今から改札口の方のフロアに行きたいと思います。まあ、階段とエスカレーター、エレベーター等々が用意をされていて、まあ、階段の方のね周りの装飾とかは特になくってかなりシンプルになっています。そして上の方に上がってまいりますと、ここがまあ改札口フロアになっているんですが、さっきのね箕面茅野は木ということでレンガとか木みたいなイメージ、茶色を基調にしてましたが、この駅はなんかね幾何学じゃないですが、白と黒と灰色みたいな、そんなイメージになっています。もちろんトイレ等々は用意されていて、それだけじゃなくって授乳室とかっていうのを用意されているのが非常にありがたい設備になっていますよね。なのでトイレっていうのもまた雰囲気が違って木みたいな感じになっているのと、こっちは木じゃなくて白だよみたいな、そんな雰囲気になっておりました。いや、ね、やっぱり駅2つ同じようなイメージで全部行くのかなと思っていたんですが、全然雰囲気が違っていて、まあ、大学が近いっていうのもあるのかもしれませんが、それぞれ衣装が異なっています。特にこの改札のライドとかっていうのはすごいなんかアカデミックというかサイエンティフィックというか、他の駅ではあんまり見ないようなライトの構造をしてますよね。これはぐるぐるしててなかなか面白いです。そしてこれ改札口で、今は有人改札で人がいるんですが、改札の手前のところにはなんかねモニターがついてるので、もしかしたら無人の時間になることもあるのかな。はい、顔つきモニターみたいなのがついてますので、ここはねもしかしたら人が使わない時間帯にはこれを使うのかなっていう感じなんですかね。はい、まあ今のところ今日はもちろん開業日で人が多いっていうのもあると思うんで使ってはいるんですが、ちょっと今後の運用については注目をしていきたいポイントになっております。
そしてこんな感じで出口が1と2みたいな感じになっていて、まあ、大阪大学等々に行きたい場合はこっちだよっていう風になっていて、非常にねこう温かみがあるようなトンネルになってるのがポイントですね。ただまああのまだまだ工事途中というか若干工事が残っている部分もあるみたいです。まあ、開業するときにね、かなり下の方で開業するよっていうのはね、あの皆さんにあの工事の現場でご紹介させていただくと思うんですけど、改めてかなり深いよっていうのが分かると思います。そして改めて出てくると箕面船場反対前っていう風に書かれていて、でエスカレーターがあるんですが、フロアマップのようでここが B3階、 B2B112 になっていて、1階が大阪大学、2階とかが図書館等々になってるよっていうのがここに描かれておりました。でなので電車自体は地下4階かな、相当深い位置にあるよっていうのが分かりますね。まあ、でも地下3階から地上を見上げることができるこの吹き抜けっていうのはなかなか見ないですよね。めちゃくちゃ綺麗な感じになっていて、なんかこうね先進的な未来というか、そんな雰囲気を予感せるようさせるようなそんな雰囲気になっていて、めちゃくちゃ面白いですね。なんかこう新しさというかね、なんか雰囲気だけなんですけど他と随分違う雰囲気なんだなっていうのを改めて感じて、まあ、中はね普通シンプルなんですが外は随分と違っております。そして上の方にさらに上がってくると、すごいずっとねライトがついているんですが、箕面船場阪大前駅バスタクシー乗り場みたいな感じで、またね違う場所に来るよっていうのがこちらでわかると思います。下を見下ろしてもね、これなんか地下鉄の駅だとは思えない感じがありますよね。すごいおしゃれなんですね。で上側に作っていた建物っていうのは前皆さんにご紹介したあのね、図書館とかだよっていうのがこちらでわかると思います。いやこれはね変わりましたよね。うん、いや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 。でまあ、上の方に行くと、あこれか、まずこれが文化芸能劇場ということで、これ確か前来た時ももうすでにねやるものほぼオープンみたいな雰囲気になっていましたが、こう周りにすごく合わせてあるなっていうのが分かると思います。でこの辺とかもねマンションとかがまだまだいっぱい作られていたのと、奥にあるローソンっていうのは駅が開業する前からもう開業していて、でも箕面船場阪大前駅前みたいなそんな名前がついていたっていう、それが箕面前にご紹介したローソンになっていますが、ついに電車の方が後からやってきたよっていうことになるわけですね。あとはこんな感じでまだねあの工事等々がもちろん続いているところもあるよっていう感じになっていて、まだ未来が楽しみですね。あ特にねマンションとかもいっぱいあって、先にあってね、いつか電車が来る、いつか電車が来るが今日ついに来たわけですので、ここら辺の地下とかっていうのもねだいぶ上がってるんじゃないかなっていうのがわかります。奥に見えているのが大阪大学の箕面のキャンパスになっていて、まあ、これもねこれまではちょっとバスとかねなかなかね通いにくかったと思うんですが、今後はこんな感じで非常に通いやすく、駅からすぐそばで地下に降りるだけでっていうのがわかると思います。箕面船場阪大前駅っていう風にこちらでも書かれていまして、いやなかなかねおしゃれでして、この駅外と中がね全然ギャップがあるっていうのがよくわかると思います。あこんな感じですね、タワーということでタワーマンとかもいっぱい作るんですね。まあ確かに需要はありそうですもんね。だから15分とかで新大阪に出れますし、20分あれば20分あればもう上田まで行けますから、確かにかなり便利そうです。あとは外とかもねこんな感じで北出口に関する整備工事ってことで、まあ、とにかくね深いですから、深いところに向けた工事っていうのもいろいろやってるよと。令和6年の5月31日ですからもうちょっとだけ続くのかな。はい、で他の出口っていうのもあの綺麗なすごいなんかねあの先進的な出口もあるんですが、普通の地下鉄のような出口っていうのも設けられていて、まあ、これを降りていくと地下鉄の方に行けるよみたいな、そんな形もあるようになっております。こんな感じでコム2号館みたいな風に書かれていて、なんだかなこれはタワーマンなのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、あのさっきね駅のところに書いてあった反対側の出口はこのようになってるよっていうのが皆さんにご紹介することができたのと、あとはこっち側もねシンプルな箕面船場阪大前駅っていう風に書いてあったのと、あとはそうですね改札口の料金だったりっていうのも、あとはこの右側多分タワーマンとかできたら繋がるのかなとかっていうような、まあ、将来的に繋がりそうな部分っていうのを見るのと、ここも本当ね中とかは結構シンプル、そして料金の方が160円になったので、まあそんなにね安くはなくなったかな、でもまあ200円以下でね初乗りですから安いっちゃ安いかな、はい、なっていて、ここからね大阪方面、まあ、梅田まで行くと460円なんで便利ではある一方、若干料金が距離の割には高いかなっていうのはあるかもしれませんね。はい、江坂から先で大阪メトロが入るので料金が一気に上がっちゃうっていうのがね一つここのまあポイントになっていて、まあ、この辺についてはね今後の注目ポイントかもしれません。で工事がまだ続いているよっていうのと、あとは電車道路かなみたいな、そんなセットになっているようなっていうのも見ることができまして、まだまだねこれからこの辺っていうのが大きく変わっていくんだよっていう感じで、さっきの箕面茅野駅よりもさらに変わる存じがしますよね。
では道路の方に向けてね、これ開業をしっかりこれアピールしていくってことで、まあ、道路から電車の方にね行こうねみたいな、そんな雰囲気になってるのかもしれませんね。まああとはこんな感じでギャラリーとかカフェとかは後ろ側、まあ、いろんなものがあるよっていうのをご紹介した上で、まあ、地下鉄に乗って、まあ、戻っていこうと思います。いやとにかく駅名が長い。いや面白かったな。はい、というわけで普通にね地下鉄の中に入っていきます。まあ駅の中の表記とかは、まあ、特に大きく変わってるわけじゃなくて、まあ、中本と箕面茅野っていう風に書かれてるのと、まあ、大阪一帯というか左上とかもね正直もう御堂筋線とほとんど同じような感じがするんですが、まあでもね、まあ大阪市じゃないからっていうのがあるとは思うんですけど、いずれね一緒になったら正直言ってね料金もだいぶ安くなるんじゃないかなっていう気はするんですが、まだまだそれはあの東京の臨海線みたいなものがあるのかなと思うんですが、ちょっとね今後の方に注目をしていきたいと思います。とまあこんな感じで列車がやってきますが、中本方面、まあ、これもまたね大阪メトロと同じようなアナウンスじゃないですね、接近音が流れまして列車がいよいよ到着するよという感じになりました。というわけで今回はねここからまた戻っていくっていう形で新しく開業しました列車を皆さんにご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今回は3月23日延伸開業、北陸新幹線も延伸開業でしたが、北大阪急行も延伸開業した、ある意味日本一新しい地下鉄をご紹介させていただきました。まあね、かなりまず便利になるよっていうのが一つポイントだったのと、特にこのね箕面線場阪大前駅のなんか地下鉄っぽさがない雰囲気っていうのがまたなんかすごいね違和感があったんですが、しかしね周りもかなり便利になるよってことで、地元目線で言うとめちゃくちゃ変わるのかな、大きく変わったのかななんていう風に思うのが今回の延伸開業となっておりました。まあ、ちょっとね料金の方がね若干ね変わるよっていうポイントにはなっているわけではあるんですが、その辺とかはね今後まだ注目をしていきながら、実際どれぐらい利用者数が増えるのかとか、あとはあれかな、家のマンションとかねいっぱいできるわけなんですが、その辺がどう変わっていくのかななんていう風なものをねちょっと確認しながら、まだね今後の経過っていうのも追っていけたらななんていう風に思います。こんな感じで次は千里中央ということで、千里中央逆方面から来る千里中央、もうちょっと始めたな感じがしますよね。はい、というわけで新しい駅、なかなか本当にね巡るだけでもかなり楽しい駅になっていると思いますので、皆さんもぜひ一度ですねこちらの箕面茅野の方にお越しになられてみるのはいかがでしょうか。まあ、この新しいトンネル等々も楽しいような感じになっております。はい、ということで今回の動画は終了させていただきたいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。